西の口駅は愛知県常こ市住吉町にある名鉄常こ線の駅である。駅番号は TA18。一部の急行は当駅に特別停車し、ニュース会や特急、階級の通過待ちをする。8両編成対応の島式2面4 0線ホームの京上駅で無人駅。駅集中管理システムが導入されている。エレベーター、エスカレーターはない。 京城駅か当初は、床滑線、空港線の駅では当駅が唯一トイレのない駅であったが、後に設置された。空港線開業に伴い、輸送力増強に向けて対比線と留置線を有する、現在の駅舎になった。それまで、床滑線を大田川駅、床滑駅間には対比線の、ある駅がなかった。また、大田川駅、床滑駅間では、唯一、 八両編成対応のホームを有する。日中留置線には、ミュース海が一編成留置されている。なお、朝に二本、この駅始発の中部国際空港行きの普通列車がある。このうち5時11分発は、名鉄前線で最も早く発車する列車である。床滑の統計によると、当駅の1日平均乗降客数は以下の通り推移している。床滑線、空港線では、 日永駅に次いで2番目に少ない。近年は、駅東側の国道155号247号の周辺で住宅地の開発も行われている。令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2020年11月24日閲覧。AB 寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング。2013年。 256ページ。ISBN 978から47億7701万3364。SF カードシステム、トランパス導入路線図名古屋鉄道、2004年12月24日。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日。閲覧、電気車研究会。 鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、間末折込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。 1994年651から653ページありがとうございます。